ना मान दाम नाम नंदाम नमंदम नम दाम नम माम न माना नम えー、本殿の五条の最初の一節、ひそかにおもんみ,みれば、衝動の諸教は行書を久しくスれというところから読ませていただきたいと思います。何万な、何万な,んんな、ま、何万な。 思想かにおもんれば、小動の諸教は行商久しくたれ、浄土の新衆は衝動今盛んなり。

この度の交際へは親鸞様が表してくださった享業証文類の五条をご一緒に頂戴いたしております。この五条は親鸞様が享業証文類を表されるその戦術の意図を述べられたものであります。 少しご一緒に読んでみたいと思います。ひそ、はい、かにおもんみれば、衝動の諸教は行書を久しく捨てれ、浄土の真宗は衝動今盛んなり、しかるに諸事の釈文、教に暗くして、真家の文庫を知らず、 楽との樹林、行に惑いて、邪尚の道路をわきうることなしなままなの。聖道門の教えは、その修行によって悟りを至る道が、すでに閉じられてしまった。末法の世において、 修行して悟りに至ることはできない。それが肖像末の三時において表される仏法が次第に衰退していくというその仏教理解でありました。 道門はすでに時代に相応しない。末法の時代に変わりなく悟りに至る道は浄土門しかない。時代と既婚に相応しない。 末法の時代下婚の者のが速やかに悟りに至る道が浄土真宗であるこの前の浄土真宗というのは法然様が表してくださったお念仏のお祈りを親鸞様は浄土真宗と名付けられました。今は 法然上人が表されたのが浄土宗。親鸞様が開かれたのを浄土真宗と申しますが、親鸞様にとっては、法然様がお開きくださったお祈りこそが浄土真宗でありました。保証神家には、本師元空明仏教連民全幕凡凡人。 心宗教書後編集戦略本願偶悪性。法然様がお開きくださったお実りが、心宗のお実りである、と表されます。あるいはごあさんには、知恵光の力より、本資元空現れて、 浄土真宗を開きつつ先略本願述べたも、法然様が表してくださったお実りが浄土真宗であります。その浄土真宗は正道今盛りなり、念仏成仏のお実りが真っ盛りである。これは、 少年様が表されたお念仏のお祈りが人々の命を貫いて私も救われる道があった私も救われる道があったとその喜びの中でお念仏の声が広がっていったそのありさまを述べられたものでありました。 しかるに所持の釈門教に暗くして神家の門戸を知らす奈良のお寺もあるいは比叡山この法然様のお実りが仏教ではないと非難される。 教に暗くしてっていうのはお坊さんが仏教の何かが分かっていない。お釈迦様がお解きになられた仏道というものはそれは特別な人が特別な場所で特別な修行をして悟りに至るのが仏道ではない。誰でもいつでもどこでも いただいていける仏道があるんだそれがお念仏のお実りである念仏は人を選ばない念仏は場所を選ばない念仏は時を選ばない誰でもいつでもどこでも 何万ダーむ何万ダーむ何万ダーむあよかったらどうぞご一緒に何万ダーむ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 と念仏は誰でもいつでもどこでもいただいていけるのがお念仏でありますその仏道の何たるかを分かっていないので 真家の文庫を知らず何が真実であり何が真実に至るべき方便として表されたものであるかがわからないいわば今までの自業自得の道理に立つ仏道自業自得の道理に立つ仏道は皆 阿弥陀様のの大秘に導く方便のお実りであるんだ。救いは人間の営みにおいて成立するのではない」。不完全な人間が不完全な修行をして完全な悟りに至ることはできない。 救いというものは仏様のお働きによってのみ成立するんだその仏様のお働きが今南無阿弥陀仏となってて現れている。その名も阿弥陀仏においてみんなが分け隔てなく浄土に生まれていく道があるんだと表されたのが法然上人でありました。 その法然様のお念仏の真意がわからないから、むしろ仏教を破壊するものであると、非難攻撃をしたのが、なんと北霊奈良のお坊さんたち、比叡山のお坊さん方でありました。諸事の釈門教に暗くして神家の門戸を知らす。楽都の樹林。 これは楽都というのが中国の都が楽よ。それに合わせて日本の都京都を楽都と呼んだものでありますその京都におられる樹林というのは儒学者いわば官僚でありますその京都の 官僚たちは行にまどいて邪小の道路をわきまわることなし。何が正当な教えであり、何が邪であるのか、横島な教えであるのかがわからない。今もカルト信仰ということが問題になっておりますが、 カルトと真実の違いがどこにあるのかというのがわからないそれは宗教そのものが分かっていないんだもっと言えば宗教はいつでもカルト化する人間の最も命の深いところにその救いを表す 時にそれはややもしたらカルト化してしまう初期信州の誤法話を書かれた本が今に伝えられております三好の少林坊さんに伝えられているその親鸞聖人の 孫たたりにあたる本願寺で言えば覚女上人尊覚上人の時代にあたるその初期の真宗は知識奇妙だったんです知識奇妙っていうのはこの全知識が仏様である仏様は今この 目の前におられる人のほかにはないんだと教えを説かれる人をその善知識を仏様と仰ぎなさいと勧めたのが初期信州の形でありましただから宗教というのはいつでもカルト化する恐れがあるそれは人間をあがめる あるいは人間の行為を救いに持ち出すところに危うさをいつも含んでいるそれは救いには寸分も関わるものではないという邪性何が邪であるか何が性であるかということをはっきり表してくださったのが親鸞上人でありました。 教教証文類の中には「神経違判」「真実」と「真実」でない「方便」と「真実」に導き入れるために仏様がお説きくださった方便のお実りとして「正道門」のお実りあるいは「浄土門」の中で第十九願、第二十願のお実りが これが方便のお実りであるんだと表されます「ゃとは何かこれは正しい因果の道理を否定するもっと言えば毎日毎日テレビでやってる「今日のあなたの運勢は?」というのがあれが「ゃなる教えであります占いやまじないにこだわりパワースポットを進め ここへ行ったら運勢が良くなりますよ。こんなもんでね。人の運勢は変わるもんじゃないんです。だって、ク久遠ラ来から迷ってきたんですから。ク久遠ラ来から迷ってきた命を転じ変えるものは、少々お守りぶら下げて、それでどうにかなるものではありません。その誤った見方を進めるのが邪。 であります親鸞承人の当時もいわば京都の奥家さんたちが占いやまじないをこととし方角の良し悪しを,を <coughs> 求めていく火の良し悪しを問題とするそれに付随して奈良のお坊さんたち比叡山のお坊さんたちがその 貴族の求めに応じて家事祈等を行うそれは正しい仏教の姿ではないはっきり言い切られたのが親鸞上人でありました親鸞上人42歳の時にルケイチである越後の地から <laughs> 関東に御経家に赴いて行かれる途中ぬきの地で浄土三部教の専部独自を思い立たれ四五日でやめた法然様からあれほどお念仏の信心以外には何もないと聞かされておりながらなぜお経を読んで人々を救おうとしたのか 思い直して今を読むことはやめたこれが日本仏教の中でおそらく最初に減祈祷をやめられた事件でありました。仏合を胸と主すれども減跡を祈る行者をばこれも雑種と名付けてぞ千中無一と嫌わる。 千人の中の一人も浄土に生まれることはできないこの迷いの境界を越えていく唯一の道はただ名も阿弥陀仏一つであるそれが阿弥陀仏が私のために 表してくださった姿である。「南無阿弥陀仏とは何か私の命深くに私が気づくより前にすでにこの身にかけられている大きな願いがあるんだ深い願いがこの命に流れ来たってこの口に今南無阿弥陀仏と現れてくださったんだ」。 そのお念仏のお祈りを明らかにしてくださったのが法然様でありました。しかしそれは当時の仏教界の常識をはるかに超えておりましたから「ここをもって光伏寺の学徒」というところから読んでみましょう。3行目の下のところですね。 ここをもって光福寺の学と、打浄天皇後葉の院と合す、意味な高平、金城土帝の院と合す、意味なため人、西暦上限日の都の卯年の、中春上旬の孔に相達す。 主情進化法に背き気にし、怒りをなし恨みを結ぶ。これによりて新衆交流の大祖元空保守、並びに門と諏配、在下を考えず乱りがわしく死罪に積みす。あるいは葬儀を改めて、庶名を保て御るに処す。 世はその一つなり、叱ればすでに僧にあらず俗にあらず、このゆえに徳の字をもって小とす。何万だ。ここをもって孔伏寺の学徒打上天皇、後鳥羽の院合す、意味な高平、近所伏見門の院合す、意味なためと。 西暦上限日のとの宇都年中春上旬の孔に総達す。総達すというのはこれは孔福寺僧状が出されたのが親鸞様33歳の時であります。それが朝廷に聞き届けられた。僧状されたのが受け入れられた。 のが新蘭様三十五歳の時であるということであります神福寺僧場というのは八州同心の訴えとして奈良のすべての教えのお坊さん方が法念の念仏を取り締まるようにと訴え状を出されました 香伏寺僧侶をお書きになられたのが下脱上人上計さんでありました。この上計さんはもともとは法然上人のファンであったと言います。法然上人は次回堅固の正装として、ああ、素晴らしいお坊さんだ。 でその法年上人54歳の時に大原の三千院で大原問答天台宗のお坊さんと問答をされた三日三晩にわたって問答をされたというからまあどんな問答だったんだろうと思いますが。 そこにおそらくお弔問されてたわけです。で三日三晩、訪問を戦わせた。浄土宗のお実りと、天台宗のお実りと、どちらが優れてるかという訪問を戦わせた時に、訪問の沙汰は互角であったと言います。どちらも素晴らしい教えである。 これを認めさせたっていうのが法然さんの凄さですね。全ての仏教を学び尽くして、浄土宗というのはこういう立場に立って表されるんだ。という訪問の沙汰は互角であった。あ、あなたの教えも素晴らしい教えだと、それを天台宗のお坊さんたちに認めさせた。 これ、なかなかかでできるもんではありません。例えばキリスト教の人に「おしお浄土真宗も素晴らしいんだそうですか」でもし言ってもらえるとしたらキリスト教をよっぽど理解してないと相手の同じ土壌に立って話ができないと言葉が通じないわけです。 イスラム教の方に「おお、信州素晴らしいんだ」って言,え言ってもらうとしたらそれはイスラム教もよっぽど理解した上で相手に通じる言葉を発しないとできません。法然様は当時の仏教のすべてを理解し尽くした上で「浄土宗は素晴らしい」と言わせたっていうのが それだけですごいことですが、訪問比べは互角であった。既婚比べは法然が勝ったと言われます。既婚比べは法然が勝ったと言って、何のことかって言ったら、この法然のような愚かなものは、お念仏以外に救われる道はありませんと言うと、おお いやーその通りだ、その通りだと、みんなが喜んだ。既婚比べは勝ったって言っても、これは愚かな我が身には、お念仏以外にはないって言ったら、みんなが同意して、三日三晩、論争を戦わせた後で、みんな喜んで一晩中、阿弥陀様の周りを、 歩きながら念仏を唱えたっていうんですからまあ元気だったんですね。それに参加しておられた下脱上人上慶さんいやー素晴らしいお方にお会いできたって言ってそれから念仏を唱え続けるんですが朝から晩まで念仏を唱えているとやっぱり無理です。退転するんです。 私に及ぶ道ではなかったと、阿弥陀様の浄土より身近な観音菩薩の浄土にお参りさせていただこうと願うようになりましたその下脱承人条件さんが法然様がそれから4年後今度はその大原問答に参加されていた春情坊長玄さんの招きによって 東大寺で浄土三部教のご講義を三日間行われます。当時東大寺は源氏と平家の争いの中で焼け落ちてしまっておりました。村人たち三千人がここにいれば戦火から逃れることができるであろうと東大寺の大仏殿の 2階に上って上がってこれないようにはしごを外していたそれがあだとなって東大寺の大仏殿が焼け落ちるとともに3,000人の村人がともに焼け死んだ悲惨な事件がありました。 その再婚の任に命じられたのが春情坊長元さんでありました。なかなか大事業であり、その大事業のさなか、私も五章の一大事が解決していないと、法然様の大原問答をお弔問に来られます。4年後、法然様58歳の時に、 まだ仮吹きの東大寺で浄土三部教のご講義をしていただく。その時に法然様が浄土宗の独立宣言をされるんです。今までの仏教とは全く違う救いを表す。それが浄土宗である。こともあろうに。全国の そのお坊さんがここに命じられるっていう怪談院がある東大寺で全く新しい仏教があると宣言するんですから豪嘆というか大胆不敵というか奈良の都に激震が走ります。 こんなことを言う者が現れた。その奈良の都を代表して法然様七十三歳、新羅様三十三歳の時に、このお念仏のお祈りを。 禁止するようにと朝廷に訴え状が出されるのが公仏寺相乗でありましたその訴えが2年後聞き届けられたのが上限の法難であるということをここで述べられているのが五行目の一番下のところ中春上旬の項に相達 と言われている一段であります。ここでは新羅証人は上限の法難しか述べておられませんが、三十三歳の時の高福寺僧正。 それ三十五歳上限の法難を引き起こす死だ上人は越後に流されていかれますその 越後から42歳関東京家に出られるその関東で52歳の時に表されるのが遠略寺僧今度は比叡山のお坊さんが。 朝廷に訴え状を出され、それから三年後。五十五歳。の時に起きるのが。家禄の法難でありました。この延略寺僧正と家禄の法難を。 この中に込めて語っていらっしゃるわけです。で、なぜそういうことがわかるかというと。この家禄の法難というのは。 法然様のお墓が壊されそのご遺体が鴨川に流されるお墓を壊されえ流されようとするお墓は壊されましたがなんとかえ六原短大の武士たちが 駆けつけて法然承人のご遺体を晒し者にされるだけはことだけは防ぎ止めましたこの過録の法難の時にゴルザイに負うたのが流管律師という方でありますその流管律師が書かれた県戦略 戦略を明らかに表すこれは浪江の上昇という方が書かれた断戦略、戦略集を弾き飛ばすと言われたお書物に対して「あんたが言うてるのは闇夜に粒手を投げてるようなもんだ全く当たっていない」と批判された書であります。ここののの剣戦略が火力の放難を引き起こす直接の 動機になったものでありましたこの流漢立志は欧州に流されていきますが過酷の法難を引き起こす直接の動機になった「剣戦略の一字を取って「剣浄土真実享行証文類」。 と表されたのが、協業証文類。 もう大からして。流管弟子の権戦略を受けていらっしゃる。ということが明らかであります。当時の仏教界。すべてに対して。あなた方が仏教の何たるかを分かっていないんだ。 仏教は自業自得の道理ではない自らがなした行為の結果によってお悟りに至るそれは真実の仏道ではない真実の仏道は仏様のお恵みによってお悟りに至る道なんだそれ以外に 盆往来迷うてきた文部が悟りに至る道はないそれを表されたのが剣浄土真実協業証文類というお書物でありました。 それがわからないから、主上、進化法に背き気にし怒りをなし恨みを結ぶ。主上というのは天皇、あるいは天皇を辞めて上皇となられた当時の最高の権力者、さらにその進化、敗下の官僚たち、 法に背き義にし総二霊というお坊さんを取り締まる法律に背いて総二霊の中にはお坊さんの首をはねるということはないんです。怒りをなし恨みを結ぶ。<laughs> これによって新衆交流の大祖元空、星並びに門と崇拝、在下を考えす。正当な裁判も行わす。乱りがわしく死罪に積みす。下の注釈に乱りがわしくというのは無法にも。当時の上祖文書の寛容語、上祖文書というのは これは親鸞様が流された後、流刑地の越後で、この流刑は間違っている。と朝廷に訴え状を出された。その文章がこの文章である。だから、ここの、この一段は、 神蘭様35歳から38歳の間に書かれたお言葉が載せられているものであります。でなぜ35歳から38歳の間と言えるのかというのがこの4行目のところで「金城」とあります。金城 土御の院と合す金城というのは在位中の天皇の古称。土御の院が在位これが1198年から1210年親鸞様35歳から38歳の間この間に書かれた文章がこの金城という言葉遣いの中に 現れれていると思われます無実の罪で法然様はじめお弟子方ゴルザイに会い4人のお弟子が死罪首をはねられていくあるいは葬儀を改めて庶名を保て御禄に処すお坊さんを辞めさせ現属して流刑地に流していく。 世はその一つなり、私もその一人である。叱ればすでに僧にあらずで、俗にあらず、この故に徳の字をもって衝突。すでに僧ではない。お坊さん、国家に任命される国家僧ではない。かといって、お坊さんをやめた、いわゆる、仏道を歩むのをやめた俗人ではない。 非相非賊。横に書いてる漢字の非相というのは合ってるんですが、非賊の非というのは悲しみになっているます、ね、間違ってます。ごめんなさい。心を取っといてください。僧にあらず、俗にあらず。この故に徳の字を持って衝突。徳というのは今はハゲと言いますけども、徳という字は、ネハン行の中に徳孤志と言われる お坊さんでありながらお坊さんにあるまじき振る舞いをしているものを徳と呼ばれておりました。私はすでにそうでもなければ俗でもない。だから愚徳である、愚徳親鸞と名乗る一人の念仏者の誕生を高らかに宣言されたものであります。この徳というのは つまらん坊さんであるという意味だけではなくて蓮強大師最澄が19歳の時にただ一人比叡山に登って比叡山を開いていく時の入山の岩門に「愚中の悟空、王中の悟空を、人徳の右上城手下の最澄」と言われるその愚かな者の中のも 愚かなものであり、狂える者の,の中の最も狂えるものであるその最澄が今真実の仏道の道場を開こうとする「どうぞ仏様方ご庄覧ください」と言われた入山の願門に愚「愚徳」という言葉がありそれを「 様は名乗られたものでありましたそれは何であったかというと比叡山にはすでに仏道がないこのお坊さんを辞めさせられ流人としてる刑地に流された親鸞のところにこそ真実の仏道があるというのが愚徳釈親鸞という 宣言だったわけであります次の一節をざっと読んで午前中の席をお貸していただきたいと思います「空詞並びにでしら」というとこですね「空詞並びにでしら処法の編集に積みして5年の巨匠を経たりき」。 皇帝佐渡の陰意味な森なり、盛大権略彼のとの羊の年、四月の中旬第七日に直面をかぶりて樹落して以後、空落葉の東山の西のふもと、鳥紅の北のほとり大谷にいたまいき、同じき二年水の餌る陰月の下旬第五日に、 五日馬の時に入滅したも傷い生下すべから別殿に見えた法然上人並びに弟子がそれぞれ各地に流されて行かれました法然上人は土佐の国旗に流される予定でありましたが九条金真公が自らの讃岐の地今の香川県にとどめまして弟子を 土佐の国に派遣して流されたということだけを整えました。やがて、後年承認強情されるその前年、79歳、四月の中旬第7日、11月17日に、 罪が許されて京都に帰ることが認められます。もともと無実の罪でありました。法然上人は京都に帰って九条金座根公の弟さん、自演自鎮家唱が用意されたそのいおりにお住まいになります。そして次の年、1月25日、 正午に往生を遂げて行かれました。八十歳気づい生下すべからず、と言われる御往生の姿であったと言われます。親鸞様四十歳、如恵一の越後で、そのことをお知りになります。えー 南蛮ダーブ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  まんない無知の在家死中の何女足らんと共柄は心を一つにして阿弥陀仏と深く頼み参らせてさらに世の方へ心を振らず 一心一向にぶったすけたまえとも三主情おば。たとえ在ごは人獣なりとも、必ずみ霊如来は救いましますべし。これすなわち第十八の念仏の往生の聖願の心なり。 白のごとく健常しての上には、寝ても覚めても命のあらん限りは、生命念仏すべきものなり、あなかしこ、あなかしこ。なんまんだ、うなんまんだ、うなんまんだ、 ナン南ンダー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 マンダー南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 ンダ там okay.